警戒が必要でです。ささて、て、えー、イイルルカ襲来とといいうことでね、えー、タイトルを付けさせていたた。だきました、えー、今回台風11号なんですけども名前がドルフィンということでね、えー、日本語に訳しますとイルカという意味になるわけなんですけどね、えー、イルカ襲来まるでゴジラ襲来みたいな、ねえー、感じですよね、えー、まあそうなるくらいですね今回の台風がですね、えー、日本に上陸の可能性または最接近する可能性がね、えー、あるということで非常に警戒が必要です。 です、えー、台風接近するに伴いまして、まずその前にですね、えー、秋雨前線がこの台風の、ねえー、台風がですね秋雨前線を刺激するような形でですね、えーまあ、各地ではこう大雨になる可能性もこうね、えー、早くも出始めるなんていうこともこう言われております。で、えー、さらにこう見ていくとですね、えー、東北地方にかけてなんですけど大気の状態が非常に不安定な状況が続いておりまして青森県で氷が降ったとみられております。で さらに山形県の鶴岡市の海上にてですね、竜巻が発生したと見られまして、えー、またその他の区間でも竜巻と見られるですね。 トップが、えー、起こったということで、えーまあ、すでに台風が来る前から、もうすでに、えーまあ、何かしらこう影響が出ているということです。で、ここからさら,さらにですね、えー、台風がさらに近づくに伴いまして、あまあ、秋雨前線がさらに刺激されるような形で、ですね、えーまあ、各地で大雨になる可能性もあります。で台風が接近していきますと、ですね、えー、まだ台風に伴った、まあ、 雨風そしてねえー、まあ、土砂災害はこのあたりねえー、警戒が必要になってくるかと思いますえー、今後台風12号はですねえー。発達しながらあ、本州に最盛期または上陸する可能性ということで。えー 私が今現在9月の22日火曜日午前8時28分をですね、えー、まあ台風の状況を見ているんですけれども、えー、この時点で台風12号なんですけれども、えー、日本の南にあって、えー、ゆっくりとした速さで北北東方向に進んでいます。 えー、中心の気圧は992ヘクトパスカル中心付近の最大風速は23メートル最大瞬間風速は35メートルで強風域を伴っています、えー、今後暴風域をで,す、ねえーまあ、できまして、えーまあ、勢力を強めつつ、えー、日本に接近してくる可能性がありますということで、えー、警戒が必要な時間帯を見ていきたいと思います、えー、24日から25日にかけて非常に強い風そして、えー、うなりを伴った湿気となるように です。5日はうねり、まあ、このいったですね、高波に警戒注意が必要となっていきます、えー、関東伊豆諸島東海では最大瞬間風速25メートルから35メートル近畿地方でも20メートルから30メートルと予想されています予想される波の高さは関東伊豆諸島近畿東海いずれにおきまして4メートルから5メートルとなっていますまた大雨、えー、突風そして雷ここにも要注意です えー、台風の北上に伴い前線の活発、えー、活動が活発方の活発になる可能性があります、えー。西日本や東日本の太平洋側を中心に22日の夜から25日のおかけて雷を伴って非常に激しい雨または激しい雨が降って、えー、大雨となる箇所がありそうです。23日朝までの24時間雨量伊豆諸島東海近畿において120ミリ。 えー、その後、24日朝までの24時間雨量、東海で200から300ミリ、伊豆諸島、近畿で100から200ミリ、関東甲信で100から150ミリとなっております、えー。25日にかけてさらに雨量が増える可能性があり、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に警戒注意、そして竜巻などの激しい突風、そして落雷にも注意が必要となります。 えー、ということで、えー、注意が必要です。えーまあ、台風が、ね、近づくとね、今、えーまあ、よくコロッケなんていう、ねえー、ことがこう言われるわけなんですけどね。えー、こちら、えーまあ、おそらくね、えーまあ反応 見たことあるかもしれないんですけども、えー、ザ h e a と呼ばれるですね、えー、地球の風をですね、えーまあ、こう線とかこういうものなどでこう表したものになるんですけども、まあ、見事にですね、えー、台風の周りをですねこう中心を渦巻くような形でね、ね、えー、これにななってるわけけんですけどこれがいわゆる台風ですね。で、まあ、この状況でね何が分かるのかということなんですけども、これでね実はねもう1つ、高気圧もですね実はこの中に映っているんですね。 高気、えー、圧はどこにあるのかっていうことなんですけども、えー、これはですね、東北地方、東北地方のですね、えー、太平洋側のところにですね、えー、そこからですね、えー、線がこう生まれているようにこう見える箇所がこうあるかと思います。これがちょっと高気圧なんですね。 でまた日本海側のですね、えー、ちょうど北側の部分にもですね、えーまあ、風が出きておりましてそこから、ね、こう台風のう向かっていくように、えーまあ、風の向きがこう、まあ、模式化されているんですけれどもここも実は高気圧なんですね。 えまあ高気圧と今のはね、えー、風がこう生まれるっていうわけじゃないんですけども、えー、まあ下降気流ですよね、えー、下降気流とこうなるたあ下降気流になるためにですね、えー、まあ風の向きと言いますのがねこう外側にこう吐き出されるような形にこうなるわけなんですね、えー、吐き出されるような形にこうなりまして、えー、まあ横とかね、えー、下の方面にまあ風がこう吐き出されるような形になりますで低気圧はその逆でまあ渦巻くような形で上昇気流 そして、えー、周りからもこう風が集まってくるっていうね、えー、こと形がこうあります。それでね、えーまあ、渦を巻いているということにこうなるわけなんですけどね。で、まあ、この地図を見ていただいたらわかるんですけど、台風の中心がぽっかり穴が開いてますね。そこでは風が吹いていません。これがいわゆる台風の目ですね。はい、えー、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。